写真拡大。京都記念 G2 13日阪神主君の金メダルだ。ブービー12番人気のアフリカンゴールドが積極的な逃げの手に出て後続を見事に完封。7歳にして重賞初勝利を飾った。騎乗した国分教は22年の初勝利で、18年マーメイドウェス・アンドリエッテ以来約3年8ヶ月ぶりとなる重賞3勝目。2着は8番人気のタガノディアマンテ、3着には6番人気のサンレーポケットが入り、1番人気のオークスバユーバーレービンは5着に敗れた。これぞ大金星だ。12番人気のアフリカンゴールドは、22年無勝利の国分教が積極的に花を主張すると、前半を F 通過が61秒7というスローペースの逃げに持ち込む。三角から有力馬が進出してきたものの、鞍上は促せば促すほど頑張ってくれる馬。踏み遅れないことだけを気をつけたと冷静に絶妙なタイミングでゴーサイン。開幕中の馬場も味方にまんまと逃げ切った。会心の騎乗で22年初 V を自身初の G2 勝ちで決めた鞍上は、他の馬にペースを握られるよりは自分で握った方がいいと先生とも話していて、その通りの競馬ができたと胸を張るまでも勝利を確信できないぐらい嬉しい。成績が良くない僕を続けて乗せてくれた関係者の方々に恩返しができてよかったと喜びをかみしめた。西津の精子は開口一番、みんなが無印にしてくれたから楽に逃げられたと笑わせつつ、総倉所では今までにないぐらい元気で、これはめちゃくちゃ走るか走らないかのどっちかだなと思った。走る方でよかったよと胸をなで下ろす。タッグを組んで4戦目で最高の結果を出した鞍上を、強く当たれる騎手じゃないとやめてしまう馬。手が合うねと褒めたたえた。G2 を取ったら G1 に行くしかないわね。オーナーと相談しながらだけど、大阪杯、4月3日、阪神が目標になる年。14年ドバイワールド C を勝ったハンアニアフリカンストーリーと同じく、7歳で重賞初 V を飾った万世のステイゴールド3区が、春の G1 でも台風の目に。